ディシディアファイナルファンタジーオペラオムニア公式番組オペオペイエンクス。いやー、あったかくなってきて、そろそろあれかな、半袖を出して、はぁ、着れない、半袖なんて着れないよ、こんな体じゃだるだるだ、そろそろなんとかしないと、はあ、よし、あの子と一緒にエクササイズしようと、夏に向けて一緒にエクササイズしたいのはティファ森下由紀子と、はあ、そろそろ夏だな、衣替えも考えなきゃな、 あ、 あ、 T シャツね、うんうん、よし、夏に向けてエクササイズをしようということで、夏に向けて一緒にエクササイズをしたいキャラクターはベアトリクス大和田ひとみです。さて、今回も始まりましたオペオペ EX、こちらは私たちが作品の垣根を越え、総勢150人以上の FF キャラと冒険が楽しめるディシディアファイナルファンタジーオペラオムニアを改めて始めたいと考えている人や初心者の方、そして FF シリーズが大好きな全プレイヤーの方々と一緒に楽しんでいく番組です。はい、ということで番組は第24回。はい、私はティファ。いや、思ったよ、ティファって。頭に私もね、よぎった。まあ、みんなスタイルすごいけどさ、特に爆裂いいじゃない、うん、だからティファとやれば、うん、ティファみたいになれるかもしれないっていう、うん、希望を持てるし、うん、ティファは空中ですごい回転とかもできる、スーパー運動神経がいい子だから、うんうん、慣れなくてもしょうがないっていう気持ちにもなる諦めもつくんだ。途中までは夢も追いかけられる。そうそうそう、だしちょっと挫折しそうな時に、うん、うん、でも無理みたいな気持ちにちゃんとしてもらえる気づくんだね、最終的には。そう、いいね、ベアトリクスも。ベアトリックスすごいもんね。そう、ベアトリックスさんは多分こう厳しいから、うん、私が心折れそうになっても厳しくやりなさいって言ってくれるかなと思って、私は多分心がエクササイズとかなるとすぐこうのんびりしちゃうから、うん、そのお尻を叩いてもらうという意味でベアトリックスかな。はい、今回の挨拶はオペオペネーム思い出語りさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。そしてこの後すぐに新情報コーナーもあります。うん、今回はね、うん、すっごい量の情報だって、楽しみでは始めてまいりましょう。ディシディアファイナルファンタジーオペラオムニア公式番組オペオペ EX の第24回、今回のミッション、スタート！オペオペ EX。 さて、まずはこのお方をお呼びしましょう。オペノスケさん。もうあったかくなってきたな、衣替えの季節だし。はあ、さすがに今年もダイエットっていう目標があるからエクササイズしなきゃな。そうだ、あの人と一緒にやれば俺ももしかしたら痩せれるかもしれないと、夏に向けて一緒にエクササイズしたいキャラクターはレインズ。どうも、オペノスケでございます。ほう、なるほど、なるほど、ちゃんとした大人っていうあの感じやっぱレインズさんを目標に。そう、スッとした美男子になりたい、美男子に。いいですね、みんな志高 い、 い、ね、どんなトレーニングするんだろう、レインズ。走れって言われそう、なんかイメージだけどいいから走れとか言われそうだなと思います。痩せそう、痩せそう、そう、ね、頑張りましょう、頑張りましょう。はい、ということでね、今回もお願いしますと。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。なんか今日情報量がいっぱいあるのに、うん、ちょっと雑談入れて申し訳ないんですがどうしたんだい。売却がめちゃくちゃ楽になって嬉しいです。あー、自動売却ね、うん、あれとんでもない、あれすごくないですか。いや、あれね、いい機能が入ったなってオペノスケも思いましたね。え、あれガチャピッてやったら売却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 みたいな。そう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 、自動で売却も50個一気に。そう、手動売却も今まで30個が限度だったんですけど今50個までいけます、
ありがとうございます、うん、感動してありがとうございます。感動してたね、うん、お礼を言わなきゃと思ってた、うん、私感動したって言ってた思わずここにねトークを差し挟むぐらいの感動をね。もしかしたら気づいてない方もいらっしゃるかもしれないから。確かに確かに、とんでもない機能ですということを、はい、ぜひぜひ、ね、ご活用くださいと、はい、はい、いったところでこちらのコーナーに参りましょう。オペノスケの情報通の館よっ、はい、今回はね、まあ、さっきもね話していただきましたが結構な量、はい、おはい、なので、ね、皆さんもね最後までぜひお付き合いいただければなと思います。はいはい、まずはお品書きをお願いします。大和田さんお読みください。わかりました。はい、今回のお品書きはこちらです。新幻獣会イフリート開催、新 BT 武器 &LD 武器を公開、覚醒90の詳細を解説、新武器アルテマウェポン登場、覚醒90解放記念キャンペーンを開催、6月の新キャラを発表。すごーい、すごい、はい、すごいあるな、お品書きがね気になることがいっぱいあります。そうですな、うん、じゃあね一つ一つ順番にいこうかなと思うんですけれども、はい、まず5月31日から開催される新幻獣会エフリート、こちらで登場する BT 武器と LD 武器の情報、うん、そして4月末の、ね、開発潜入レポートとかでもちょっと触れてあったんですけれども、ついにこのタイミングで開放される覚醒90とアルテマウェポンの情報をお持ちしました。おー、はい、さらに6月の新キャラも発表しちゃいますよ。盛りだくさん。どこから突っ込んでいったらいいのかわからないけど、そうだね、うん、さ、覚醒90とアルテマウェポンっていうのはちょっともう新しい、うん、ね、もう世界だから、アルテマウェポンとかめっちゃ気になるねえ、うん、じゃあね早速行きましょう。はい、ということで5月31日に追加予定の新幻獣会フリートについてです。うん、まずはボスの紹介からいきましょう。どうぞ。はい、ボスはイフリートマテリアル。はい、うん、イフリートマテリアルはどんな行動をしてくるんですか。はい、ね、このイフリートは火球っていう音も呼び出してきます。ほう、はい、この火球っていうのは、火球が行動するときに全体ブレイブプラス HP 攻撃を行うっていう音も、うん、になっておりまして、でこちらが味方側が一定回数連続行動すると、うん、イフリートに HP リジェネで、こちらに非属性耐性弾を付与してくるっていうちょっと厄介な敵です。あらあら、はい、さらにこの火球は倒すことができません。倒せないんだ。そうなんです。うわー、これは厄介だ厄介だ。そう、なんかこうどんどん行動させないみたいなパターンって結構最近あるじゃないですか。はいはい、完封する感じですね。遅延させたり、はい、行動消したりとか、うんうん、ずっとやってると火球がそういうことしてくるんだ。そう、やめ、ちょっとやめてくださいっつって、ちょっとそれはちょっとダメだなあ、そっか、うわー、わー厄介。はい、でね、このヒューリーと特殊カウントはブレイク状態を解除する攻撃、うん、こちらを行えばカウントが増加するほか、うん、風属性の追加攻撃でもこの特殊カウントは増加します。はい、風属性の風属性の追加攻撃、はい、そうなんです。風属性の攻撃じゃなくて風属性の追加攻撃。なるほど、これはなかなか限定的な、ね、限定しております。さらにこの火球、お供の火球にも特殊カウントがありまして、うん、こっち火球は、風属性は関係ない。関係ない。風属性は関係ない。攻撃は、はい、なるほど。ブレイク状態を解除するっていうのが、まあ、今回これが鍵になってるぞってとこですよ。そうですね、うん、じゃあ、ね、はい、ちょっと早速いきますか。はい、まずは BD 武器が追加されるキャラクターからご紹介します。このキャラです。ノエル。はい、 BD 武器が追加されるのはノエル。キャラクター調整も行われます。うん、来ましたよ。うん、そうだよね、はい、確かにノエルといえばブレイク解除してから敵を攻撃するっていう遅延系アタッカーだから、うん、刺さるんだ。ここで刺さりますね。うん、そうなんです。そんなノエルの BT 武器はこちらになります。うん、はい、 BT 武器は普通の御霊、うん、フィニッシュバーストはカオスを超える祈りになります。うん、うん、はい、こちらのねフィニッシュバーストのカオスを超える祈りは防御力を無視して全体への近距離物理ブレイブ攻撃プラス単体 HP 攻撃を放ちます。うんうん、はい、でこの単体 HP 攻撃にはなるんですけれども、ターゲット以外の HP ダメージっていうのもあるので、まあ、ダメージは、ね、しっかり打ってるっていうフィニッシュバーストになっておりますと、はい、
で、バースト効果、これなんですけれども、うん、自身のアビリティ使用回数を消費しない状態になりまして、うん、でリキャストゲージも溜まりやすくなるっていう効果なんです。はい、つまりね、あのバースト効果中はアビリティの残り使用回数を気にしないで、ま、一つ目の、ま、テンペストブローとか疾風連想画をどっちか打った後に EX アビリティが溜まってるから EX アビリティで、またテンペストブロー EX アビリティみたいな感じで、ま、交互に、ね、バン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 使えるので、まあ、手触りとしてはかなりね爽快な手触りになるっていうふうに思っております。へえ、うん、すごい。そっか、もともとねアスピル、はいはいはい、アスピルありますね、持ってるあのキャラクターでいっぱいアビリティを使えるってイメージがありますけど、うん、確かにね、うん、バースト中無料でバンバン使えるのすごいですね。すごい、なんか新しい、バースト効果としては新しいですよね、うん、そうですね、バースト効果としては初めての効果になりますね。うん、そっか、打って EX 使ってアビリティ打って EX 使ってみたいな動きができる、うん、できる。へえ、そっか、追加攻撃もねできるから、うん、そうですね、うん、光の狩人がね追加攻撃としてねもともとありましたんで、まあね、今回のキャラクター調査もあるんで、まあそうですね、かなり火力は上がってるんじゃないのかなと思います。はい、うん、嬉しい、楽しそう。バンバンなんか無料で打てるって嬉しいよね。嬉しい。あの無料っていう言葉に弱い。弱い。無料という言葉に敏感すぎる感じはちょっとありますか。はい、はい、そしてねノエルには特別スキン付きジェムソイルもご用意しました。こちらです。ああ、はい、ということでね、あの原作ダウンロードコンテンツの時空の守護者がモチーフとなった特別スキン丸2ですね、こちらが販売となります。かっこいい。いい、またいつもと全然イメージが変わる ね。確かにそうですね、うんうん、嬉しいよ、はい、そして余韻に浸ってますが、はい、ま、続いてはですね、このノエルと同時に BT 武器の進化が行われるキャラクターを発表いたします。はい、このキャラになります。はい、ということでついにオニオンナイトも BT 武器が進化となります。キャラクター挑戦も実施されますよ。オニオンナイトやっと、やっと、なんかそっか、まだ進化されてなかった、うん、結構初期の方 だったもんね。うん、うん、今メインストーリーでね。そうね、うん、あのメインストーリーでずっと引っ張ってくれてるからね、うん、なんかあれまだ進化してなかったんだみたいな気持ちにちょっとなっちゃった、自分も。なっちゃったけど、そっか、彼もついに、はい、進化解放ですよ。今すごい頑張ってくれてるから、今ほんと頑張ってんだよな。なんかもうすごい応援したくなっちゃって、無理してね、背負ってるよ。そう、ね、背負ってるよね、うん、やばい、このままだとシナリオの話になってしまうですね。続いては、LD 武器が追加されるキャラクターを発表します。はい、はい、このキャラです。あーシード、はい、LD 武器が追加されるのは FF7 のシード、キャラクター挑戦も実施されますよ。はい、いや私彼を活躍させたかったの。彼をなかなかね今までね、そう、なかなか使い時がちょっと難しかったんですけど、まあ、ここに来て、そうですね、LD 武器が追加になりまして、うん、まあ、あのこのオペオペでも結構そのタイミング的にね、なかなか指導を、ね、扱うことってなかったんですけれども、うん、一応その指導っていうキャラクターは、まあ、EX アビリティで敵に風属性の耐性弾を付与して戦えるっていうキャラクターでした。はい、で EX アビリティには、まあ、行動遅延みたいな効果もあったりとか、うん、あとドラゴンダイブ、これで、敵の強化効果を解除、うん、あとドラゴン持っとったアビリティで自分の HP を回復するとか、うん、まあ、結構ね遅延もできて強化効果の解除もできて自分の HP 回復もできてて、まあ、結構いろんなことができる器用なキャラクターですね。実は器用なんだよな。どういう気持ちになるんですかね。セシドも誰の目線だ。そう、今誰目線なんだろうなと思ったけどね。はい、はい、そんな指導の LD 武器はこちらになります。うん、はい、新 LD 武器は放天火撃、 LD アビリティはハイウィンドになります。はい、ハイウィンド、はい、このハイウィンドは全体への風属性遠距離物理ブレブ攻撃プラス全体 HP 攻撃を放つっていう技で、はい、指導にその段階式の特殊効果空かけるハイウィンドを付与するっていう効果があるんですね。うん、うん、でこの特殊効果の効果は次のスライドをお願いします。はい、この空かけるハイウィンドは、ま、自身のステータスアップのほか、うん、自分が攻撃ヒットさせるとこの段階っていうのが上がっていくんですね、うん、はい、でこの段階が最大になった後の味方が行動した後
追加攻撃の爆撃指令が発動するようになります。そうなんです。これね、爆撃指令は全体の風属性遠距離物理ブレイブ攻撃プラス全体 HP 攻撃を放ちます。この爆撃指令発動後はまた特殊効果の段階は戻るんですね。なるほど、自分で行動して段階は上げてって上がった状態で次のキャラが動いたら爆撃指令って出るんだ。ハイウィンド来るんだ。そう、ドッカラブ。すごい、ドカ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 ってそう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 、そうか、これが追加攻撃、風風属性ね。これがイフリート刺さるポイントだ。なるほど、なるほど、うまいね、みんなちゃんと分かってる。はい、でこの追加攻撃の爆撃指令なんですけれども、そのシドが攻撃を当てないと段階が上がらないとか、まあ、ちょっと、ね、発動にやや時間がかかると思うんですよ、最近の追加攻撃にしては、うんうん、なんですけど、まあ、その手間というか その分、爆撃指令は高い威力を秘めてるっていうことでした。へえ、はい、楽しみ楽しみ。だって追加攻撃みんな強いもん。いや、そうなんだよね。追加攻撃それよりも強いんでしょ。やばいよきっと。派手だしね、ボコボコ派手でダダダダダイメージだけイメージ、まだ知らない。きっと派手ハードルだけが上がっていくこの感じな。楽しみ。はい、以上が新幻獣界イフリートの関連情報でございました。はい、はい、では次のスライドをお願いします。はい、ここからはね、覚醒球獣の詳細を発表しちゃいます。早速こちらのスライドをご覧ください。はい、ということで5月31日のイベントから覚醒球獣が開放となります。はい、新しいの来た、マイペースシャドウ、ね、はい、そうなんです、はい、これまでのね、その覚醒80までと、まあ、ルールは似ていて、はい、今のね、新しく追加される覚醒素材のマイティシャドウを使うことで覚醒は90まで進むんですね。で、覚醒球獣の対象キャラは、まあ、イベントごとに順次追加されていくっていう予定です。なるほど、ハイシャドウの次はマイティシャドウ。そうね、ついに覚醒球獣の世界来た。来たね、ついに来たよ、みんなね、80になったもん ね、 ね、うん、はぁ、ペノスケさん、はい、はい、どうぞ。これ私思うんですけど、マイティシャードって手に入れるの大変なんじゃないですか。うん、あー、なるほどね。どうなんですか。お答えしましょう。はい、これはね、基本的にはこれまでのイベントを踏襲してるイメージなんですね。うん、で、覚醒80素材だったがハイクラスター、うんうん、これは、難易度コスモスとカオスのクエストを攻略したりとか、うん、まあとメダル交換のあるイベントだったらその交換アイテムとして手に入ったと思うんですよ、うん、で今回のマイティシャードは難易度カオス、うん、あとルフェニアのクエストを攻略したり、あとメダル交換のイベントの交換アイテムとして登場します。へ、うん、そっか、ルフェニアプラスまでは攻略する必要がないんですね。はい、まあ、あくまでもルフェニアプラスを攻略するための戦力増強みたいなイメージでマイティシャードを集めていただければと思います。おお、はい、うん、このね、マイティシャードと今ある既存のクリスタルを使って覚醒球場までキャラクターを覚醒させていくっていうイメージですね。でもそのマイティシャードはその一つのイベントでどのくらい手に入るんですか。うん、基本的にはそのイベントのクエストを全部攻略すれば、うん、マイティシャードは手に入ります。はい、なんで、まあ、ここもハイクラスターと似たイメージですね。なるほど、そっか、うん、そんなにもったいながらずに、うん、そうですね、使っていく感じ、もうがっつり覚醒90にしてほしいと思っております。その覚醒80まで上げたらレベル80まで上限解放されたり、うん、なんかコールアビリティをセットできるようになったりしたんじゃないですか、うんうん、覚醒80の時ね、はいはいはい、うん、覚醒90はどんな風に強くなるんですか。うん、気になる。確かにね、うん、それにね、ノエルたちが覚醒球獣になるってことですもんね。まあ、イベントがね、新幻獣界と一緒ですからな、うん、はい、まあ、この辺いろいろ気になると思うので、まあ、順番にね、この辺も説明していきます。はい、はい、はい、じゃあ次のスライドお願いします。はい、ということで覚醒を進めるとキャラのレベルが90になります、うんうん、で覚醒85で EX アビリティの強化、うんうん、覚醒88でアディショナルアビリティの強化が可能となるエクステンドを覚えます。ほー、うん、そのめっちゃアルテマウェポンってすごい気になりますけど、まあ、ちょっと一回置いとくか。
90がね一回ちょっと気になるけど、すごい気になるけど、そうね、ここはでも進行的にね順番に行きたいところなんだなこのオフですからね。なんか EX アビリティとアディショナルアビリティも強化されるんですね。はい、されます。そうか、最近ねちょっと EX アビリティも威力が物足りないぞっていうものもあるから、いやそう、ね、これ嬉しいね。確かにね、そう感じてた。で、こちらね、単純に威力が上がる EX アビリティもあるんですけれども、それだけじゃなくて、この EX アビリティで付与される効果が強化されるとか、ここはそのキャラごとにその強化方針は変わるんですけれども、ちゃんと今の環境に合った EX アビリティになるっていうイメージですね。はい、そして同じくね、アディショナルアビリティもキャラごとに、まあ、今のね、バトル環境だとなかなかちょっと使いにくいタイミングもあったと思うんですよ。カウントだったりとか、いろいろあるんで。確かに結構残しがち、そうなんだよ ね、 なんですけど、そこもちゃんとその考えて、最近のバトル環境でも積極的に使いたくなるような性能とか効果にアップします。お、気になるな、アディショナルアビリティが、ねえ、どんな風になんだろう、なんだろう、はい。では先ほど森下さんも気にしていた、5月31日のイベントで覚醒球児になるキャラクターの情報もお届けしようかなと思います。はい、では次のスライドをお願いします。おお、はい、ということでノエル、オニオンナイト、シド、セラの4人が5月31日のイベントで覚醒球児になります。あら、はい、何ですか、じゃあ何セラが、ね、そうだね、なんか頭の3人はなんか流れ的にだよねみたいな感じだけど今ねセラってちょっかり入ってる、嬉しい。そっか、セラも覚醒球児対象なのか。そうですね、へえ、ってことはセラの LD 武器の復刻もありますか。はい、このタイミングでガチャにセラの LD 武器の復刻が登場します。で、さらにセラはキャラ調整も行います。嬉しい。そしてあの可愛いスキンも、はい、あ、そうですね、スキンの再販もございますね。やあらー、可愛いからね、あれね、可愛いから、はい、そして、ね、あの先ほどね、ノエルはバースト中 EX アビリティが何回もその使いやすいっていう話をしたと思うんですけれども、この覚醒90のシステムの覚醒の85で先ほど言った通り EX アビリティが強化されるので、これもね、そうノエル BD 武器の嬉しいポイントになるんじゃないのかなと思っております。確かに、そっか、確かに、ちょっと強くなった EX アビリティがいっぱいね、すぐ溜まってるんだ、いっぱい打てるってなるといいですね、だから、ね、ノエルの BT 武器を、ね、手に入れた人はもうしっかり覚醒も、ね、90まで上げてほしいっていう気持ちがすごい。いや、セラの挑戦も嬉しい。いや、嬉しいね。そうですね、しっかりと、ね、強くなって帰ってくると思います。楽しみです、はい、では続いて皆さんが気になっているこちらの情報に進みましょう、はい、新武器アルテマンウェポンが登場です。出た、気になってますよ。これはだってアルテマウェポンといえばね、いや、FF でもうザ強いという、ザ強いザ強いね、わかるわ、その気持ち。ほとんど最終武器みたいな立ち位置の武器ですもんね、そういうイメージがある。教えてください。わかりました。ではこのアルテマウェポンの説明をしていこうと思います、はいはい。アルテマウェポンはガチャから登場する武器ではなく、イベントを遊んで特定のイベントアイテムを入手してそれを使うことで獲得できる武器になっております。はい、でね、これあの世界観設定的には、普通の武器ではなく神器っていうものにこのアルテマウェポンになっておりまして、オペラオムニア的にはマーティリアとスピリタスの力が宿った武器っていうことになっております。マーティリアとスピリタス来た、そう、力を貸してくれたのよ。貸してくれたんだ、はい、でね、あの11種類あの剣とか体剣とか、あの武器種があると思うんですけれども、こちらの全てにアルテマウェポンが用意されておりまして、はい、あの特定のキャラ専用の武器っていうわけではないので、まあ、誰でも装備可能な武器なんですね。なるほど、なるほど、え、すごい新しい、誰でも装備可能だけど、はい、強い武器なんですもんね。そう、ちゃんと強い武器にしております。例えばその他の武器種のアルテマウェポンがあったら、クジャとか、はい、あのルールとかでもどちらでも装備可能ってことですか。そうなんです。あ、そうなんだ、はい、で、武器の性能としては純粋に装備時の武器ステータスが高いです、はい、はい、
武器ステータスってちょっと聞きなじみがないと思うんですけれども、うん、まあ、単純にあの装備時に上がるね、あの初期ブレイブとか最大ブレイブとか攻撃力とかのことですね。はい、うん、で、アルテムウェポンって、まあ、他の武器と似たイメージであの手に入れた後に強化していくですけれども、うんうん、入手した段階で進化した BT 武器のレベルマックスより武器ステータスは高いです。緑のバチバチバチってなっているやつより、そう、入手した時点で強い。強い。超強い。さすがアルテムウェポン。アルテムウェポンだから、アルテムだから。それが全員装備可能ってこと？その武器種のものを手に入れれば、そうですね、装備できるってことですね。そうか、別に BT 持ちキャラじゃなくても、はい、その力を手に入れることができるんだ。できます。推しキャラのものを装備するでもよし、はあ、BT 武器を持ってるキャラのアルテムウェポンを取るもよしってことですよ。そう、うん、すごい。すごいでしょ。はい、でさらにですね、このアルテムウェポン、これまでの武器でいうところの相性性能、うん、これにあたる神器性能というものがございます。うん、神器性能。はい、神器性能。でこれは、どの武器種でも与える HP ダメージアップと、うんうん、所持できるブレイブと与える HP ダメージの上限アップ、うん、この2つの効果があるんですよ。うん、わ、うん、うん。でさらに先ほど言った通り、アルテムウェポンは強化することができるので、はい、武器ステータスの上昇に加えてこの2つの効果が上がっていくっていうイメージなんですね。へえ。どんどん、そっかそっか、さらに強くなっていくんだ。バチバチ BT 武器より強いけど、まあ、強くて、うん、さらに強くなっていくんだ。そうなんです。すごい、すごい。アルテマウェポンの神器性能っていうのは、うん、こう他の武器みたいにパッシブにして抜くことっていうのはできるんですか？ああ、うん、確かにね。うん、ね、なんか入手のとか強化の仕方も気になります。気になる。OK、説明します。うんうん、はい、はい、まずね、このアルテマウェポンには、レベルという概念がないんですよ。うん、はい、うん。ですので、この武器の神器性能はパッシブ化、まあ、いわゆる抜くってやつですね。はい。あれができないです。うん、できない。はい、そのためアルテムウェポンの神器性能の効果を得る場合は、必ず装備することになります。なるほど。装備しないといけないんだ。はい、そうなんです。うん、ま、例えばですけど、はい、BT 武器が緑になっているキャラクターにアルテムウェポンを装備させれば、BT 武器を持っているよりもその敵に与えるダメージとかがアップするっていうイメージですね。おー、うーん、そう、武器ステータスが高いから。なるほど、うん、強そう。まだね、ちょっと概念だからね。BT 武器は、うん、緑にしてたら、はい、緑までのパッシブ持ってるから、アルテマウェポンを装備して緑になったパッシブ装備したら、うん、はい、BT アビリティ、バーストも BT アビリティも打てる。打てるし、強い。強い。だんだん片言になっていったけど、まあ、そういうことなんですよ。うん、でもパッシブ化してなかったら、そうですね、あのパッシブ化してないときはその前の、BT 発動までとかになるんですね。うんうんうん、その BT 武器が進化してるけどまだ緑じゃないよっていうときは、BT アビリティとかは使えないです。うん、はい、まあ、そこはその武器の強化段階によってもちろん変わるんですけれども、もうしっかりね緑に育ててればその後にアルテムウェポン装備でもう火力上がっとるじゃんみたいな気持ちになります。ということで、アルテムウェポンはこれまでの武器をきちんとパッシブ化したキャラクターがさらに強くなるというイメージの武器になりますね。なるほど。ではどのように、ね、手に入れるか、こちらを説明させていただきます。はい、はいはい、新たなアイテムとしてプロビデンスコアが登場します。うん、はい、このアルテマミッションっていうのを達成してプロビデンスコアを集めてアルテムウェポンを入手するんですね。うん、新しい素材来たね。新しい素材来たね。そう、これね、あの注目してほしいのが、さっきあの、はい、マーティーナとスピータースがっていう話したじゃないですか。はい、うん、このプルビデンスコアも一応それをイメージして、うん、マーティリアの青とスピータースの赤がこう混ざってるみたいなイメージのコアなんですね。ああ、そうなんだ。言われてみれば、はい、そう、そういうね、綺麗な、そういう裏話がございます。力宿ってる。うん、いやしかしアルテマミッションなんだか難しい。そうなね、だってアルテマミッションだよ。アルテマミッションだよ。アルテマアルテマだよ。いや
ビビらないでください。怖い、大丈夫、大丈夫なのよ。まずは話聞いてくれ。はい、わかりました、うん、はい、アルテマミッションの詳細はこちらになります。はいはい、はい、ということでアルテマミッションは常設のミッションになります。常設、うん、はい、はい、まあ、いつもあるということですね。はい、いつでも挑戦できる。で、うん、覚醒90解放されたキャラクターごとに2つがこのミッションとして追加されるんです。ほうほうほう。で、1つは覚醒を90にする、うん、で、もう1つは編成してナイドルフェイのクエストをクリアする、はい、というものになっております。なるほど、うん、はい、例えばですね、神言獣会のイフリート、うん、こちらだとノエル、オニオンナイト、シドセラが先ほど言った通り覚醒90の対象になっております、うん、なのでこの4人を覚醒90にすれば、ま、1つ目のミッションはみんな達成できるんですよ、うんうん、でさらにこの4人を使ってルフィニアクエストをクリアすれば2つ目のミッションも達成となります。へー、おー、うん、意外と1つ目なんか特にイベント遊んでいれば、ね、マイティシャード、はい、を手に入るから、うん、結構楽に達成できそうではありますね。ね、そうだよね、まあ、そうですね、うん、まあ、これまでのイベントでね、ルフェンヤまでしっかり遊べてた方からしたら、まあ、結構サクッと達成できるんじゃないのかなと思います。二、うんうん、つ目のやつは、はい、チャレンジクエストのルフェニア版みたいなのが登場するっていうことなんですかね。あ、プラスじゃなくてルフェニアをクリアする。あ、今ねカオスだとね恩恵でクリアしたのチャレクレがありますもんね、うん、今ねモリシーが疑問に思った2つ目のミッションなんですけれども、こちらはねチャレンジクエストのルフィニア版ではありません。うん、ルフィニアと表記のあるクエストならどのクエストを攻略しても OK です。あ、へえ、はい、まあ、さらに、対象キャラをいっぺんに使用する必要もないんですよ、うん、もうそれぞれに違うパーティーを組んでルフィニアをクリアすれば OK ってことなんです。ほう、なるほど、はい、まあ、ただし一つのルフィニアクエストでミッションが達成できるのは3キャラまでになっております。あ、うん、決まってるんだ。決まっております、はい、こちらも例に出すと、神言獣会フリートのルフィニアでノエル、オニオンナイト、シドを編成したパーティーでクリアして、うん、で、そうしたらセラが残るので、セラは談笑とか工作する意思メインシナリオのルフィニアでアルテマミッションを達成するみたいなことがまず1個考えられるんですね。うんうん、で、他にはオニオンナイト以外のキャラクターでさっきのイフリートをクリアして、うん、でオニオンナイトは第3部衣装前編のルフィニアクエスト、これが結構オニオンナイトに刺さるクエストなので、うん、まあ、そちらでアルテマミッションを達成するみたいなことを考えられるんですね、うん、なるほど、うん、これまでに登場しているルフィニアクエストなら談笑とか工作する意思とか、はい、メインシナリオでもいいってことですか。はい、その通りです。で、先ほどご説明した通り1つ目のルフィニアクエストで3キャラまでしか達成できません。はい、うんうん、基本的には期間限定で、そのキャラが恩恵となっている開催中のイベントでアルテマミッションの2つ目は条件の達成を狙うのがいいと思います。なるほど、なるほど、うん、で、どうしても例えばその装備が揃わなかったとか、はい、うん、ま、今回はその覚醒キャラが4人いるからちょっと1人余っちゃうよねみたいな時は談笑とか工作という意思メインシナリオのルフィニアに挑むのがいいのかなと思ってます。なるほど、分かりました、うん、はい、また注意事項としてボスラッシュのベリーハード、あとは次元の再果て超越の関門とかは、うんうん、難易度は200ってなってるんですけど、これはねルフィニアっていう表記がないクエストはこのアルテマミッションの対象外になるのでこれはご注意ください。はい、分かりました。はい、そっか、ちなみにこの2つ目のミッションっていうのは、うん、難易度ルフェニアのクリアってなってるんですけど、はい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 、コンプリートじゃなくてもいいっていうことなんですか。ああ、いいとこにお気づきになられましたな、うん、はい、この2つ目のミッションはコンプリートではなくクリアで OK です。うーん、はい、まあ、なのでちょっとルフェニアはまだちょっと攻略難しいなっていう方でも、まあ、もちろんそのキャラを育てるっていう攻略法もあるんですけれども、コンティニューとかねして、あ、とりあえずクリアっていうこともできなくはないですね。あ、そうなんだ、はい、コンティニューもあり、ありです。おー、うん、それ優しいね。え、なんかちょっと怯えたけどこの2つできそうな気ができそうな気がする。あれでもミッションのワードの強さに、うん、収めていたけど、そう、ビビっちゃった、ビビっちゃった。そのアルテマミッションでクリアしたルフェニアのクエストって、うん、
表記されるんですか、分かるようになるんでしょうか。あ、まあ、そうですね、今ねスライドが出てると思うんですけれども、うん、まあ、このスライドのようにバトルに編成画面、うん、はい、こちらに、ね、今までミッションスコア敵情報っていうのがあったと思うんですけれども、うん、そこに、はい、アルデマミッション達成キャラクターっていうのが足されておりまして、はいはい、今この人はここで住んでますっていうのが分かるようになってますね。なるほど、分かりやすい。はい、そうなんです、うんうん、なるほど。はい、続いては具体的にアルテマウェポンを入手する流れをご説明しましょう。あ、はい、お願いします。こちらです。うんうん、はい、まずはイベントに参加してプロビデンスコアを集めます。はい、うん、はい、その後今丸2ってあるんですけれども、うん、新たに、ね、追加された神技っていうところに進んで、はい、今手に入れたプロビデンスコアを消費して、うん、欲しい武器種のアルテマウェポンを入手。これ今鋳造っていう名前になるんですけれども、鋳造するんだ。はい、鋳造するんです。カンカンカンって、はい、で入手後はさらにプロビデンスコアを消費して、うん、5回までアルテマウェポンは強化できるんです。5回、はい、まあ、この強化っていうのは限界突破みたいなイメージですね。うんうん、うん、はい、どんどん強くなっていくんだ5回で。あ、そうです、そうです。あ、そっか、武器種ごとってなると迷うね。迷うね、うんうん、いやこれね迷うポイントありますよやっぱ。はい、うん、はい、それぞれの工程で必要なコアの数なんですけれども、うん、アルテムウェポンの入手に50個で、その後強化を5段階まで行うのに750個が必要になります。ほう、はい、つまりですね、一つの武器種のアルテムウェポンを最大まで強化するには800個のコアが必要になるんです。800個、はい、800です。はい、さらに同じ武器種のアルテムウェポンをもう一個作ろうかなみたいな時は、必要となるコアの数は最大で900個に増えます。はい、なので、まあ、ここはちょっとプレイスタイルにもよるんですけれども、基本的にはいろいろな武器種のアイテムコアを一つずつ強化していくっていうのが、まあ、いいのかなと思います。まあ、もちろんそれはなんだろう、そればっかりじゃなくて僕は剣と剣作るんだっていうのも全然ありですし、そこはこうユーザーさんの推しキャラとかね、いろんなのを考慮していただければなと。同じ武器種作ってもいいけど結構大変、うん、というか結構大変な、100個増えるからね。そっか、コア必要ですね。数多いですね。どうなんだろう、完成までの道のりは遠そうなイメージですけど。そうですね、アルテムウェポンは長いスパンで育てていただくっていう武器という立ち位置でご用意したんですよ、うんうん、はい、はい、なんで今ある武器って割とその手に入れたらすぐに完全体にはなるじゃないですか、うんうん、そういう感じの運用はできないんですけれども、最初にご説明した通り、入手した段階でもキャラのステータスを上げる数値は高い、うん、で、入手しただけだと使えないよみたいなことにはならないです。はい、また制作の大変さに見合うように、うん、神技性能の効果はかなり高くなる予定です。はい、これは入手しただけじゃなくてその後に強化した時に上がる神技性能の効果は、まあ、結構高いんですよ。なんで、うん、そう、苦労とかかかった時間に見合うだけの武器にはなるので、頑張って武器を育てていただければなと思います。なるほど、うん、ちなみにですね、強化まで時間がかかる武器ということで、途中で強化する武器の変更が難しいと思うんですよね、うんうん、なのでこちらは後日のアップデートでリセットの機能も追加する予定でございます。リセット機能、うん、リセットリセットできるんだ、うん、そうなんですよ。例えば剣のアルテムウェポンを作ってますと、うん、その最中にいや他の武器種だったなみたいな時があると思うんですね、うん、そうですね、で長い時間かけて作ってるから、そうそうそう、その時にこのリセット機能を使っていただければ、剣のアルテムウェポンはなくなっちゃうんですけども、うん、それまでに使用したプロビデンスコアは返ってくる、うん、返ってくる、そうそう、まるっと、まるっと、おお、なんで、あ、剣じゃなかったらリセット、これで剣と同じ進行度までの体験を作れる、へーってことなんですよ。すごい、優しい、優しい機能だ、優しいでしょ、まだリセットストーンみたいなそういうアイテムが必要になる、ですね、そこはねまだいろいろ検討中なんですけれども、うんうん、そんなに頻繁にできることはないです。まあそうですよね、頻繁にできたら、まあ、ね、そうイベントごとに作り変えちゃいますもんねみたいな感じになっちゃうと、まあ、それはそれでちょっと良くないかなっていうのもあるので、うん、まあくまでも、あ、ちょっと違うやつにやっぱりしたかったなっていう時の救済策、うん、いやでもありがたい、はい、なので、まあ、あまりねその
重く考えずにね、そのリセット機能もあるし、まあ、とりあえずアルテマ1本作ってみて、どんなものか使ってみるかみたいな感じで作ってもらえると嬉しいです、うん、はい。なんかだいぶプレイスタイルが各ユーザーによってまた変わってきそうですね、うんうん、なんかそうだね、一本をどんどん強くしていく人と、うんうん、とりあえずなんかいろいろ作ってみる人とみたいな、うんうん、はい、楽しそう。あとね、推しのキャラがね、どの武器種かみたいなね、うん、うん、まずは私はモン君の格闘グローブを。モン君、そうだね、うん、私はまず探検かな、時短だ、うん、私は投擲かな。あ、はい、あ、この3人でも推しキャラが違うからね、全然武器種が違う、武器種が違う、3つのアルテマ。覚醒90になったら装備できる。そうです、覚醒90で装備できます。はい、ということで、あの先ほどご説明したリセット機能の詳細は続報をお待ちいただければなと思います。はい、はい、続いてはアルテマミッション達成で入手できるコアの数についてです。うん、気になります、はい、気になりますよね、うんうん、このいっぱい必要だから、うん、はい、次のスライドをお願いします。はい、アルテマミッションを達成すると先ほどご紹介したプロビネスコアが獲得できます、うん、月中月末の覚醒対象キャラが多い、うん、その4人だからね、うん、このイベントは、アルテマミッションを全部やると最大で60個、うん、で、うんうん、月中月末以外のイベントでは最大30個のプロビネスコアが獲得できます。なるほど、なるほど、うん、結構いただける、うんうん、意外と手に入るなって、意外と、ね、まあ、完全強化までは遠いかもだけど、そうだね、1月では完全強化まではちょっと遠いけど、うん、入手はね、そう、入手量は50個で買えれるんですもんね、うんうん、そうですね、まあ、入手量は結構多くて、うん、まあ、ちゃんとね毎回そのイベントに参加してれば1月で、まあ、まあ結構な数になると思いますよ、うん、さらにですね、モーグリパスプレミアムを購入されている方、はい、はい、こちらの方々は対応するイベントの難易度コスモスとカオスを攻略すると追加で20個のプレビデンスコアが手に入るようになっております。なんとプレミアム、プレミアムコスモスとカオスで、そう、あら、あら、まあ、そうなの、だからルフィニアとかも別に攻略する必要がないんですよ。いいな。はい、でプラスで20個で、これプラスで20個もね結構大きいと思いますよ、月6つぐらいのイベントあるんで、いいですね、プレミアム、はい、プレミアムのプレミアムがまた輝き出してる。はい、そうですね、あのプレミアムをね買ってくださってる方はね、こちらでね喜んでいただければなと思います。そうですね、これはいいな、これいいね、うん、いいでしょ、はい、お二人もこの機会にぜひ。はい、はい、といったところで以上がアルテマエポについてでした、うん、はい、まだあります、うん、はい、はい、お次はこちらの、お、はい、合わせて5月31日から覚醒90解放記念キャンペーンが登場します。キャンペーン、あら、キャンペーン始まるの、はい、盛り上げますよ、うん、これプロビデンスコアもらえるのかな、どうかな、そうだよね、だって ね、 ねえ、これ記念してっからね、これ記念してっからどうでしょう。ではね、こちらのキャンペーンもね順番に説明させていただきます。はい、まずはこちら、うん、はい、覚醒90解放記念キャンペーンガチャが開催されます、うんうん、6月の10日に第1弾、6月の22日に第2弾が予定されております。はい、はい、これは初回無料なんですか。ああはい、ですね、こちらの大変申し訳ないんですけれども、今回あの、うん、初回10連無料はないです。はいそうなんです。なんですが、あの覚醒90解放はね、このガチャでもその対象のキャラがいるので、はい、またアルテミミッションも発生します。うん、はい、こちらね進めていただければプルビネスコアを集めるということができます。うん、はい、こちらのガチャの詳細はゲームでお知らせをお待ちください。わかりました。はい、では次をお願いします。うん、うん、サイクルクエストがリニューアルされます。うん。はい、あのこれで、ね、あの覚醒8時までの工程が結構スムーズになるかなと思っております。嬉しい、はい、サイクルクエストのリニューアルで、クエストが2つになりまして、うんうん、クエストレベル10では、シャードからクラスター、まあ、一番下の3つですね、これが手に入ります、うんうん、で、クエストレベル50まででは、シャードからハイクラスター、まあ、覚醒80に必要な覚醒素材は全部落ちるようになっております。おー、うん、
レベル50のクエストで覚醒80までいけるんだ。はい、いけるようになりました。嬉しい。これもらえる量とかは増えてるんですか？まあ、ちょっとね、単純な比較はこれできないんですが、うん、まあ、もちろんね、あの幅はあるんですよ。サポテンダーが出るとかね、そう、うん、それもあるんで、まあ、一概にこっちの方が多いです、少ないですとは言えないんですけれども、まあ、少なくともそのレベル50に下がったから量を減らしたみたいなことはないです。なるほど。オートでね、サクッと回れるから、ガッポガッポ手に入れないね。ガッポガッポね。はい、そうなんです。これね、キャンペーン中は入手できる覚醒クリスタルの数とサポテンダーの出現率が3倍。2倍じゃないです。3倍。これね、めちゃくちゃはかどると思います。すごい。いつも2倍だけど、3倍。3倍です。で、出現率も3倍？出現率も3倍。だって3倍の書使ったら9倍。9倍？9倍です。溢れんじゃない？すごい。すごい。貯めときたい、これを機に。そうだね。75で止まってる人すごいいっぱいいるんですよね。クラスターが足りないやつ、ハイクラスター。でも安心してください。もう落ちますから、ここではハイクラスターも。やった、みんな80にしてあげたい。でしょ？はい。ということでね、この機会にね、今ちょっと覚醒が止まっているというキャラクターもね、しっかり80にして覚醒90を待っていただければなと思います。はい。はい。続いてはこちら。特別なキャンペーンパネルミッションが登場します。はい、こちらはね、あのノエルを覚醒90にするとか、ノエルでルフェニアをクリアするなど、まあ、歯応えのあるミッションが並ぶんですけれども、全部コンプリートすれば20個のプロビデンスコアが獲得できます。そっか、これはつまりアルテマミッションをクリアしていけば、パネルミッションも一緒にクリアできるっていう感じだ。くー、鋭い。その通り。その通りなのよ。まあ、なんで5月31日のね、あの覚醒90キャラクターのアルテマミッションをクリアしていけば埋まっていくっていうね。はい。あ、ちなみにですね、このパネルミッション、その覚醒90にするとか、難易度の時にはクリアするとか、まあ、結構大変だと思うんですよ、人によっては。まあ、それも鑑みて、まあ、普段って2週間ぐらいパネルミッションって期限があるんですけれども、今回は1ヶ月登場しております。はい、ですので、まあ、さっきの、ね、サイクルクエストリニューアルもありますし、ちょっとまだルフィには難しいなっていう方も、まあ、急がないでね、この機会に攻略する時間がね、できればいいかなと思っております。これはありがたい、ありがたいね。そう、みんなにね、遊びやすくやっていただきたいなと思ってます。はい、はい、続いてはこちらになります。はい、6月15日からいつもと違った特別なイベントが開催予定です。なんだ、いつもと違った？いつもと違った。はてなはてなはてなだ。そうなのよ。これね、あの詳細はね、まだ秘密なんですけれども、はい、デイリーミッションが登場するタイプのイベントになっておりまして、うん、やれば毎日プロビデンスコアが2個手に入るんですね。おお。はい。で、最大で30個のプロビデンスコアが獲得できます。おお。はい。あとね、ジェムも1日500ジェムがもらえるので、はい、最大で7500ジェム。はい、結構バカにならないジェム数ももらえます。10連いっておまけが出る。10連プラス半分ぐらいだね、つまりですね、先ほどの特別なパネルミッションと合わせればアルテマウェポンが1つ作れる50個、はい、のプルビネスコアが手に入るってことなんですね。すごい、すごい、なんだかんだもらえる気がしてきた。ね、なんか大変そうって思ったけど、すごい応援してくれてる、私たちのアルテマデビュー。ね、アルテマデビューをさ後押ししてくれてる。そう、なんだかんだ手に入ると思うんですよ、コアは。そうですね、今 いろんなところでね、手に入るから。そうだからね、皆さんね、このどの武器種のアルテマを作ろうかなとかね、ちょっとね悩んでみてほしい。へえ、私はね、さっき言ったように投擲にしようかなと思ってますけど。そうですね、投擲そうか、投擲でも装備できるようになるまで、まあでもあれか、格闘グローブも一緒か。まあ覚醒90になるキャラがね、ね、そうだよね、推し、まあね、の武器を選ぶか取り急ぎ、今装備できる子にするかっていう問題もあるよね。まあ、確かにね、あのそう、今の私の投擲とかは今後覚醒90になった時にもうすぐに強い武器を捧げたいみたいな気持ちもある。いや、そうですよね。そうよ、ま、それ以外にもね、今森氏が言ったみたいにね、今覚醒90のキャラクターに装備させてちょっとプラス戦力オンみたいな感じで難しいクエストをクリアするっていうのも、もう全然それはありです。悩むところ、悩むな。
はい、ちょっと悩んでください、はい、ちなみにですね、このイベント自体もいつもとちょっと変わった経路になるんじゃないのかなと。お、遊びが、まあ、遊びがっていうか、まあ、そうですね、ちょっとイベントが、どういうことだろう、はい、なんでここはちょっとお楽しみにしていただきたい、ね、なんでなんか全然教えてくれない、ね、全然これに関しては全然いや、そうね、そう、あのこれに関しては余計なヒントを出すなっていうふうにみんなに言われてるんで、そう、余計なヒントを出すな、もうちょっとなんかもうちょっと結構でも整理しやすいものを、ここでね、ここでオベラスケがイベントの名前なんて言った日にはもうですよ、あ、なんかイベントの名前でわかると思う、ピンってくるものがあるんだ、はい、あ、やばいやばい、これ以上余計なこと言うのにねそう、どうぞ行こうかなと思います、はい、はい、次どうぞ、はい、ジェムセールも実施します、うん、はい、第1弾では BT 武器進化素材がおまけについたラインナップを予定しておりますと、おー、うん、で第2弾第3弾は星7防具進化素材がおまけについたラインナップとなっております、うんうん、こちらの実際のね詳細はキャンペーンのお知らせとかをお待ちいただければなと思います、うん、ありました、はい、ね、BT 武器の進化素材はねまだ貴重だから、そうなのよ、そうなのよ、うん、このセールもね、ほんと、なんか決まった時にしか来ないから、そうね、うん、そうだね、なんだかんだオペノスケもまだ緑にしたキャラ2人だもんな、もう厳選して誰にしようかなって悩むから、私3人だ、素晴らしい、そうだよね、エランデンとガーランドとバッチ、はい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 、いいねいいね、いいチョイスいい、いやもう欲しいんだよ、どんどん欲しくなっちゃうよ、進化素材なんか BT はわかるわ、はい、うん、もうね、この機会にねそんな欲しい素材を買っていただければなと思います、うん、はい、続いてはこちら、はい、毎日メダルコレクトバトルにジャポテンダーが登場します、うん、うん、そうか、これ毎日メダルコレクトバトル、そう、はあ、ジャポテンダー、ジャポテンダーです、ジャポテンダーは初めて、あのね、みんな見覚えがある格好なんだけど、うん、初めて、初めてこの子でかくなったんだ、でかくなった、でかくなった、まあそうだな、まあ言ってしまえばそういうことですよあまりにもなんか見覚えとか、なんか見覚えない、ちっちゃいサポテンダーを見てるからね、いつも、うん、違う、サーじゃなくてジャなんです、そっか、ジャポテンダーだからまた違うんだ、違うのよ、そう、うん、やっぱここに花咲いてるとハッピーな気持ちになるよ ね、ハッピーな気持ちになるそうね、じゃあこのキャンペーン中ハッピーな気持ちになっていただきたい、はいはい、あのね、こちらデイリーミッションを達成すると、うん、お宝メダルが1日4枚入手できるようになります、うん、はい、で今回のキャンペーンが1ヶ月ということで、まあ、合計で120枚獲得できまして、うん、お宝メダルの交換所は無制限となっております、交換が、うん、はい、もうね、欲しいものと交換しまくり、いや、いいですね、ありがとうございます、はい、ガチャチケットなら120枚分、うん、欲しい、120枚ガチャチケット、もう借りちゃったんだよな、120枚もすごいいっぱい回せるね、え、最近チケットもなんかもう一瞬で消えてくるいや、そうだよ ねっていうかさ、欲しいのいっぱいあってさ、わかるわ、情報が出るたびにさ、もう ね、この子もこの子もこの子もってなるから難しいよね、はい、ガチャチケットね、120枚でぜひ、そうですね、手に入れてください、交換しよう、交換しよう、はい、そしていつものもございます、はい、はい、これもうパワーポイントとかスライドないんですけど、はい、あの厳重会カーバンクルにマジックフォトが出るのと、あとサポートアイテムセールがありますんで、うん、はい、はい、これいつものっていうのはね、みんな目を閉じれば出てくるから、あのスライドが、はい、あのスライドが出てきます、この右上と左上のマジックフォトたちがいるやつね、はい、はい、ということで以上が覚醒90開放記念キャンペーンの情報でした、はい、まだあります、まだあった、うん、はい、そうだ、そうなんです、そうなんですよ、うん、ラストはこちら、6月の新キャラについてでございます、もう6月の新キャラ教えてくれるんですか、そうなんです、ね、まだヒントも何も出てない、出てないよ、出てないよね、うん、出てない、推理できない、ね、分かるヒントは出てないですね、はい、じゃあちょっと行きますか、はい、はいはい、6月の新キャラはこの人です、はい、ということで6月8日のキャラクターイベントで FF12 のレバナントウィング、こちらからリュードが参戦します、はあ、はい、歴史は槍、覚醒クリスタルの色は赤になります、赤赤赤だよ赤だよ
どういう気持ちなのそれは。すごい、レバノンドウイングからは。そうなんです。初参戦。初参戦？初参戦ですね、はい。だ。あれか、なんかあの第3部の5章、うんうん、なんかバンたちが変わった種族って話していたのってこの方を匂わせていたんですか。そうなのか、そっか、そうですね。はい、第3部5章の EX 会話で、ね、ちょっとバンたちが自分たちの世界についてちょっと話してたりとかしてたんですけど、うんうんうん、まあ、その時にね、キャラクターじゃなくてそういう世界があったんだなみたいな感じで軽に匂わせみたいなのありましたね。いや、そうやってさ、だんだんさ、ストーリーとかでさ匂わせるようになったのよ。そっか、そこもそうだね、ちょっと、うん、へー、そうしとかないと、うん、どう絡んでいくんだろう、リドねえ、楽しみだ、楽しみ。もうね、そうですね、あのがっちり絡んでいきますので、うん、これはね、もうキャラクターイベントをね、お楽しみにしていただければなと思います。はい、といったところで今回の情報は以上となります。はい、伊達之助さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。以上でオペノスケの情報通の館でした。オペオペ EX 激闘京都オペオムブー。はい、このコーナーもとい部活ではオペラムニアを深めに楽しむ活動をしていきますよ。うん、それでは早速今回の活動を発表しましょう。今回の課題はメインストーリー第3部1章前編、邪悪なる眼差しルフェニアに挑戦です。うん、先ほど新情報コーナーでもありましたけれども、オニオンナイトが覚醒90になるということで、うん、疑似的にアルデマミッションに挑戦していただこうかなと思います。なるほど、はい、そういうことなんですよ。収録時点ではね、オニオンナイトはまだ覚醒80なんですけれども、うん、覚醒80の段階でもしっかりと育成していればこのルフィには攻略できるぞっていうところを見せていただきたい。うん、うん、はい、そして挑戦していただくのはモリシー。はい、わかりました。はい、ちなみに今回もお題をクリアしたらご褒美として視聴者の皆さんにゲーム内アイテムのプレゼントもございます。うん、頑張ってください。頑張ります。はい、では今回のチャレンジスタート。それではパーティー編成を見てみましょう。はい、はい、ということでオニオンナイト、サッツ、セルフィー、はい、という編成になってますね。そうですね、はい、これはどういった作戦で。これはオニオンナイトをまず入れろって指令が来たから。まあな、そう、なるほど、アルテムミッションのためだったんですね、これは。そうだね、うんうん、そうだし恩恵ですからね。でサッツさんも恩恵、うんうん、でピカピカ光ってます。うん、光ってる。光ってるね。今回は結構そうですね、うんうん、HP 攻撃が来るんですよね、結構ドカンドカンと、はい、ね、結構火炎放射激しいですよね。うん、だからセルフィーで回復、 HP 回復したりとか、うんうん、ウォールで軽減したりとかしてですね。うんうん、でなんか敵が結構何回か弱体効果を全部消したりとかしてくるんで、はい、そうですね、その通り。セフィロスでデバフを入れようかなと。ああ、なるほど、金色デバフは解除されない理論だ。うん、すごい理にかなった編成ですね。そうですね、あとはなんか事故が起きた時のためのキスティスとデバフも入れられるファリス。なるほど、うん、でとにかく事故をコールで防ぐ。あれですね、なんか今日慎重ですね、なんか。ちょっとね、ここのとこバトルパートがね、ちょっと予期せぬ出来事多かったんで固くいきたいなと思ってます、今日は。はい、それが前振りにならないこと僕は祈ってますから。本当ですね、ちょっと自分で言っててドキドキしちゃった。このルフェニアはカウンタビリティはどんなんでしたっけ。カウンタビリティっていうかカウント、はい、特殊カウントですね。特殊カウント、はい、これは敵の HP が 50% 未満になった時に出現して、カウント対象が氷属性のダメージを受けた時にカウントが増えると。うん、なるほど。氷属性は、オニオンナイトが、ね、担当してくれるので刺さってるぞっていうところですな。うんうん、そうですね、あとオニオンのアディショナルアビリティで、はい、全員がエンチャント氷がつくのでそれで対応って感じですね。うん、いや、きっとこれもね、変わるんですよね、きっとね、エンチャント氷も。あ、覚醒90でね、アディショナルアビリティもきっとね、はい、そうですね。その通りです。では刺激してもらいましょう。はい。じゃあ行ってきまーす。いってらっしゃい。後悔したって知らないよ。ドキドキする。銃がサポテン銃だ。あ、そう、この銃大好きです。
まずは剣の舞つけようかな。はじめから派手に。まずい。で、早速第一回レビテが、はい、打っていこうかな。最近のルフィニアとかに比べると、ね、そのギミックというかね、その特殊カウントの出現条件とかは結構緩いというか、最近のボスはすぐに出してくるけど、これ昔は、ね、結構緩めなので、サッツさんはまずはホットロード、で自分にフューリアスつけて、かわいい呪文。ブラザー吹き飛ばしですね。これはセルビーのレビテガの効果で当たっておりますと、はい、いいですね。順調に減らせている。そう、ね、と、そしたら、先行を早速先行入れていく。1回目もちろんこれも吹き飛ぶので、ついに追撃と、相当順調な感じで敵の体力を減らせてますな。まだ結構先ですね。そうですよね。私なんかここで初回でブリザードエンチャントオールを使いたくなっちゃう気持ちがある。そうなんだ。変？多分ブリザードコンボとか打ってEX を打つのが。まあそうですね、セオリーっちゃセオリーですよね。セオリーっちゃセオリーですよね。なんとなくでもずっとブリザードエンチャントオールをつけときたい気持ちに、ブリザード弱点だから、全然いいと思いますよ。なっちゃうので、なんかここはブリザードエンチャントオールで、でブリザードコンボ、はい、ブリザードコンボでダメージもしっかり出していく。かわいいな文字。すごいかわいいんですよね。セルフィーもこの武器が可愛くて好きです。ねえ、可愛いよね。さあ、そしてメリューサがあります。はい、HP が80以下になったので弱体効果を多分消しましたね。弱体効果が消えました。そっか。はい、その回数広さ残ってるところです。残ってる。飛びますね。飛ぶんですよね。飛びますね。これでこっちの敵も80以下になったから消えるんじゃないかな。睨んできて、まだデバフはかかる。ソード&マジック、はい、使います。セルフィーのままでいい。さあ、このソード&マジックで B へ B へとなっているのがやや気持ちいい気持ちもちょっとするけど、あ、そっか。これこの後に行動するとこの人たち、はい、デバフが全てかからないに なりますよね、確か。まずセルフィーはボール、大事な強化ポイントですね、これも。ありがとう。したらまだオーラカウントアビリティ出てないからオーラも使っちゃうかな。合成に合成にタポタポよ、タポ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 のタポタポで、なんか結構敵がデバフ受け付けなくなったりするんですよね。はい、だから打てるときにレビテガをまた打ちたいという。ああ、なるほどなるほど。私のこの気持ちいい気持ちいい。でこの気まずさもちょっとなんとか。確かに。気まずさ解放しかも結構いいダメージだぞこれは。ビタ。あ、これそう。
なっちゃうとこの人たちは、あれまだかかる。これはシールド貼るやつじゃなかったかな。まあブレイブ系向こうか、ブレイブ向こうシールドみたいな。今多分シールド貼ってるのかな。はい、そうですよね。まあいいや。じゃ あ次はせっかく吹き飛ぶから、これ A 狙うか B 狙うか悩ましいです。あ、でもそっか、別にブレイブもしないのかも。今シールド貼ってるんです。そうですね、これで、うん、敵は今シールド貼ってしまってるので、うん、すごいね。あの B と A が来るまでの間にシールドを破りたい。そうだね。あれですね、あのシールド貼ってるのに HP ダメージはしっかり通るのが面白いですね。そうですね、なんかなかなか。デスペラー、うん、これ結構ヒット数が多いのでシールド頑張れ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 。3分の1ぐらい削りそうですね。あとちょっとだね。お、でも半分ぐらい削りましたか。あ、それいいですね。そのブレイブは結構シールドが削れる。いたんいたん、うん、うんうん。そしてオニオン。じゃあオニオンはブリザードコンボを打ちます。どうだ、割れた、ようやく割れた。ドン、うん、ドン、来た、ありがとう。したらあとは A さえ割ってしまえばか。そうですね、レビテが中だから、これオーラするとレビテがってなくなっちゃうんでしたっけ。消えないんじゃないですかね。レビテが確かなんか HP 攻撃とか、うん、受けない限り減らないから、むしろここでなんとなくこうやって加算してタポタポにして、タポタポにして A の方が減ってるから A を飛ばして、うん、あ、いいですね。とりあえず HP 攻撃を割れてはないが打つ。シールド貼ってるのに HP 攻撃は通る、うん、通る。いいですねこれ。そしたら、あ、いいですね、いいですね、これ割れそう。 A を狙うで割ろうかな。うんうん、えい、うん、割れましたね。割れました。そうしたら、プチメテオ、えい。これも等倍だから言うて結構威力あるんですよね、プチメテオ。どうし、みんなボールついてますよね。さっき使ったからついてますね、うんうん、うんうん。でまあオーラを使いつつ、まあ、確かにオーラ使いたい放題感あるからな。いや、このブレイブいいね、加算はね。そうなんですよね。なんかしかもカウンタビリティがこの 50% 以下からだから、割とセルフィーがゆっくりいける。そうそうそう、タポ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 にして、めちゃくちゃタポタポじゃんこれ、うん、いいですねこのタポタポ。まだ特殊カードが出てないからゆっくりやりますって感じが。そうなんです、ここは秘訣はそれです。じゃあデスペラード、これも強いんですよね。これ強いですよね。サーチさんすごい強い。いてくれるだけで味方もぐーんと強くなるし。そう、これ1個目の解放者。あれ？これブレイクされてもいいのか。これ解放者。痛い。結構痛い。結構いいダメージ。うん。私4万なんで結構なブレイクを持たれておりますね。持たれてる。ねえ。ここは焦らずオーラ、うん、いいですね、焦らず。まあこれも多少 HP 回復するので、うん、でドレインかな。うん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 、なるほど、これでも回復化するぞと、うん、で呼ぶか友達を。友達を、マジックで、ソーダードマジックはね、
味方を呼べるんですよね。はい、ので相談のマジックでなんかサトさんから呼んでみようかな。うん、ここで 50% 切るとまたこの今度は強く睨んできてカウントが入る。連続行動気まずい。気まずい。本当だ、気まずい。気まずい。かからないし、あと私オニオンのアディショナルつけるの忘れてました。まあまあまだそんな焦るとこじゃないですよ。うんうん、困ったら芝呼べばいいし。そうですね、ちょっと芝も困ったら呼びたいなという気持ち。もう呼ぼうかな。あ、レイウィップもありますよ。レイウィップもありますね。あ、いいですね。でもそれも困った時のレイウィップです。そうか、絶対行動下げる。ん、ティスティスさんはレイウィップだったら絶対下がりますよね、確か。絶対下がる。なんかあの眼差しデバフはつかないんですけど、今の状態だと、うん、多分絶対下がるんじゃないかな。使ってみていいですか。検証してみる。検証。絶対この銀フレームの敵に対してキスティスは下げれるのか。下げれるのか。スパパパパパパ。うん、下げれた。さすがだよ。さすが。だいぶ気持ちが軽減された、これ。うん、サッツ早いですね。サッツで早いんです。で、そろそろあれですね、みんなウォールついてる？ついてるね。そしたら、あ、うん、セルフィーも早いです。確かに。どうですペラード。うん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 、ダメージ自体は順調に出ていますが、この後どう防ぐかだな。エイドドレインどう防ぐか。なんか私結構これ受けてたんですけど、攻撃を。はい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 。危険ですか、 BA これ受けたら死ぬ。死ななかったような気もする。いや、自分もこれ死ななかった記憶があるんだけど、この話なんか昔超越でやこの話をした記憶がすごいね。デジャブが。あれ次ブレイク、次もう解放者打ってくると思うんですよ、オールなんで、うんうん、なんでブレイクしたとちょっと気まずいかなっていう気持ちは自分はあります。ねえ、サツさんがブレイクしちゃうとドレインって配るんだ。ドレインは配るはずですよ。じゃあドレイン、まあ、オーラが見てやすいけどな。あー、そっか、パラパラ。あ、あ、でもブリザードエンチャントオールを使います。うんうん、うん、いいと思います。このブリザードエンチャントオールを使うことで、うん、味方が氷属性攻撃になるんで、はい、カウントが上がると。で、プチメテオかな。はい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 、プチメテオ打てばとりあえずどうだどうだ、カウントが増やせるし、あとはここでオニオンナイトが耐えられ、まあ、耐えられないことはないと思うけどな。うんうん、もう毎回同じ結果になりそうですね。うんうんこれが多分オーラの力。はいはい、ね、ブレイブダメージをね軽減してる、うんうん、助かる。とオニオンもバーストさせたかったんですよね。どっかで、はいはい、あ、でもいいと思いますよ。そろそろ。でもその前に A と B のターンが来ちゃうので、うん、召喚しようかな。はい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 、なるほど。まあ悪くはないと思いますけどね。オニオン呼べないですもんね今ね。うん。バーストのことすっかり忘れてた。で、そしたらじゃあここで。私は召喚しようと思います。はいはい、はい、まあそんなギリギリまでねチキンデスをしなくても大丈夫でしょうっていう。あ、いいダメージ。
うん、これでどうしよっかな、オタクポストで配ろうかな。サッツが結構行動しちゃいますからね、召喚中。うん、サッツさん張り切り、サッツさんパパパパパパ、お、飛びたがってる、飛びたがってるね。じゃあドレインで飛ばそうかな。うんうん、いいですね。うん、お、さあシールド貼った、シールド貼りました。さあこれででもシールド貼ったけど、その代わり敵要所に下がるんで、うん、これはモニシー的にはいい展開なんじゃないですか。そうですね、よかったよかったという。そしてここは HP 攻撃とシールド、ブレイブシールド決議でデスペラード、しかもこの追撃も普通にシールド割れるのでこの追撃ブレイブは結構バカにならない。うんうん、そしたらなんだかからない、ブリザードコンボじゃあどうかな。うん、割れた、うんうん、ブリザードコンボもスプレッドダメージがあるんで結構いい威力は出るんですよね。うんうん、レビテが似てるものを打っていく。うん、デバフはつかなくても飛ばしてくれるし、うんうん、ブレイブもだいぶ、B を割らなきゃいけないけど、うん、召喚中に A を飛ばしたい気持ちもある、うんうん、まあまだ後ろの行動上もたくさんありますし、うん、飛ばせる時に飛ばしていくスタイル、飛ばせる時に飛ばしたくなっちゃいます。この8万4000がね、11万12万ぐらいまでいくからな、ちゃんと育ててると。さあいい感じですね。これはもしかしたら敵のリキャストアビリティを受ける前に倒せそうな予感すら。そうですね、結構このメデューサっていう敵は注意ポイントはリキャストアビリティだったりするんですよね、うんうんうん、そうですね、睨まれると終わってしまう感じが。そのリキャストアビリティのディナミックっていうので、それを受けた時に味方がブレイクしちゃうとそのまま固まっちゃうんですよ、そう石化して、うん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 、そうするとすごい気まずいっていうことがあるので、まあもしね、そのこのボスと戦ってベンジュースさんの リキャスターアビリティが溜まっちゃったっていう時は無理に HP 攻撃吐かないで、ブレイブをしっかり貯めておくとか、あとシールドを貼れるキャラを置いておくとかっていうのが大事です。うん、はい、ちょっとオーラしてみたりして、いいんじゃないですか。オーラはちゃんと HP 回復効果もあるし、うん、ブレイブも配れるし、この技は結構器用よね。うん、でレビテ側を打とうかな。うんうん、もう打てるもの打っとこう。うん、飛んでけい、飛んでけい、やっぱブリザードエンチャントオールが効いてますね。オーリエンチャントがいいですね。そしたら飛びたがってる、まあオニオンナイト譲るもあると思いますけどね。そうですね、それはやりたいので、アタックブーストを A にしようかな。うん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 、あ、そしたらオニオンナイト、オニオンナイトのソード&マジックを使います。バスは使わない。あまだこれ戻れますよ、ちなみにバーストがあるんですまだ、またバースト忘れてた今の最高に面白いポイントだなそっと戻る、絶対誰もがバースト使うんだろうなって思ってて、ね、私ソード&マジックでクイってやってやろうとしてた、危なかったすごい今そう、私にはまだバーストがあるんですそうですね、うん、ここでバーストだ、うん、もういけそう、
まずソード&マジックを B、うん、飛ばす。今味方もここで引っ張ってこれるので、うん、もうセルフィーすごいやる気だもん。やる気だね、うん、ブレイブだね。いや、いいダメージ。トン。これはいけそうな雰囲気がすごいな。もうね、このバースト中に、うん、まずはブリザードだ。これどっちの EX 打つか悩みポイントですね。そうですね、私はやっぱり今回はブリザードにお世話になったので、はい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 、賢者、賢者で行く、で行こうかな。うんうん、のでここで連続ヒットを打って右側を削った後に、そうすると今度はこれはルケンの間になるのでブリザードコンボにして、はい、これでまた戻ります。プチメテオが打てますと。プチメテオが打てます、はい、この忍者賢者システム面白いよね。うん、楽しいですねこれね。はい、ので今回はこの大魔法、大魔法全体攻撃なんですよね。うん、あの忍者状態だと大魔法じゃないフィニッシュバーストが出るんですよね。うん、なので結構状況に応じて好きなものを使えるという、かわいいいいですね。お、うん、いいダメージ出てると思います。解放した、解放した、ついについにこれはもうそうだよねオールしてオーラ打ってギリギリまでタポタポよね。これさあタポタポにしていきます。うん、でやドレイン、うん、さあ何でフィニッシュするんでしょう。おっとこはエレディアリーグのホットロック。手は抜きません、手は抜かない大事ですそれ、うん、はい終了でございます。素晴らしい、いいですね。覚醒80のまだ BG も進化してないオニオンナイトでもしっかりと、まあ、キャラクターをね育てていけばこのようにルフィニアクリアできるということで、うん、素晴らしい、素晴らしい、はい、見事クリアでございます。やったー、うん、はい、モシャさんプレイしてみていかがでしたか。良かったです、ちゃんとクリアできて今日はなんかあれよね、ちょっと今日緊張してたよね。緊張してた、すごいそっか、そう不安だった。いや全然もう危なげなくいいです。あの最後にねもう一回バーストを使わないで行こうとしたところとか俺最高に面白かった自分ではバーストあったなって言ってたのに、ねえ、ちょっと前にバーストのことを思い出してたのに、そう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 、もう忘れてた、危なかった。いやでも素晴らしいです、うん、はい、見事クリアでございます。はい、ちなみに今回のクリアのご褒美は何なんでしょうか。うん、はい、モリシーが頑張ってくれたということで今回は特別に視聴者の皆さんへ2000ジムを5月の開発潜入レポート報酬に上乗せしてプレゼントさせていただきます。やったー、はい、ありがとうございます。こちらは5月末頃配布予定だそうなので忘れずにログインしてゲットしてくださいね。ということで以上適当京都オペオムブのコーナーでした。オペオペ EX では最後にこちらのコーナー、お前が書くって言ったからさ、うん、こちらは毎回オペラオムニアに関する何かのイラストを描き、そのイラストが何であるかを当てるお絵描きクイズコーナーです。はい、1人がイラストを描いてお題を出題、残りの人が回答者になりますよ。はい、はい、今回の出題はモリシー赤之助さんと私大和田は回答者です。うん、当ててやるぜ、当ててやるよ。うん、そしてモリシーには事前に30秒で書いてもらっています。うんうん、なんかズーム越しでさ、はい、モリシーがミュートにしてサイレントでモリシーが描いている顔だけ見えてたんだけど、うんうん、すごい焦った表情をしていたんですけどどうでしたか。いや、思い出の中から思い出せなかった、思い出せなかった、なんか思い出の中にきっといたであろうけど、うん、出てこなかった。
寝てこなかったってことは、我々は森氏の思い出の中に出てこなかったけど出てきたもので思い出を逆探知して当てるってことか。どういうこと？そう、思い出の中から出てこなかったけど書けって言われたからさ。じゃあそこに書いてあるものは何なの？書けって言われた。書けって言ったから今書いてあるぜという気持ちで。いったんちゃんもイラスト見てみようかな。うん、そうだね、うん、ぜひ。じゃあ森氏のイラストを見てみましょう。こちらです。いやえ？ヒントはモンスター。だろうよ。1ミリでもこうだろうなっていう部分はあるってことだよね。書いてあるところはヒントにしていいんだよね。そう、これし、これ首が長いのとか信じていいのかな？もう分かんないのか。惑わされないで。え？何？最近、うん、配信されたショーに出てきてる。でも森氏は思い出せなかったんだ。うん、最近配信されたショーにこんなキャラいたっけな。わかった。え、マッチ、俺その最近出てきたからちょっと行ってみようかな。うん。なんだろう。あの絵からの連想はゼロなんだけど。発表していきましょうか。うん、はい。じゃあ私から発表させていただきます。はい。私がこれだろうと思ったのはこのモンスターです。魔性アーマー。全然2票もないんだけどね。俺こういう感じだったからね。魔性アーマーか。魔性アーマー。いや、わかんないですよ、わかんないですよ。じゃあそんな大和田さんお願いします。はい、私はもう絶対これだと思いました。森氏はこれが描きたかったんでしょ。あ、カトボルパラス。あ、そうかな。あ、それはね、オペロスケもね、それ思ったのよ一瞬。うん、だったんだけど、カトポルパスくらい有名なモンスターだったらさすがにゼロってことはないんじゃないのかなと思って。でも一見カトポルパスって聞いて出てこなかったのかなって。あ、なる、確かにね、それはね、あるね。うん、うん、で揃いました。では待って待って、今ね、何 こいつだっていうのが一緒だったけど、言っていいですか。うん、ツインタニア。答えの発表です、こちらでした、どうぞ。はい、いつか。これ僕は正解にしていいですか。これはすごい正解。正解。あー、あー、すごい。これがツインタニアだよ。そう、あの、なんて言うんだろう、細。そうか。そうか、確かに第5章ではこの子が結構印象的だったもんな。そう、でも私の思い出の中にはこんな痩せ細ったツインタニアしかいなかった。そうか、あの、意外と全部が首だったんだな、あのデカさは。首長いからこっちかと思った。そうだよね、ごめん、なんか私もなんかすごい首が長くなっちゃったと思って。のすけさんすごい。のすけさんすごい。すごい。センターにやって出てくるのもな、すごいな、うん、いや、出てきました。結構思い出深いモンスターだったんで。あー、くそー。いやー、ということで、オペノスケさん、ありがとうございました。いやー、ありがとうございました。最後にめちゃくちゃ気持ちよくなってしまった感じだった、ね。うん、すごい、本当にすごい。うん、ということですね、こちらのイラストはファミ通特設サイトでも公開されますので、ぜひチェックしてくださいね。以上、お前が書くって言ったからさのコーナーでした。オペオペ EX。 さて、お送りしてまいりました、リシディアファイナルファンタジーオペラオムニア公式番組オペオペ EX の第24回。そろそろ終了のお時間です。はい、番組では皆さんからお便りを募集しています。番組概要欄のリンク先にある番組投稿フォームから送ってください。あなたのプレイエピソード、〇〇がクリアできない、キャラの使い方がわからない、私たちの冒頭の挨拶の質問、ふつおたなどなど、たくさんのお便りお待ちしております。よろしくお願いします。うん、ということで、番組第24回、どうでしたか。いや、盛りだくさんだったね。すごい盛りだくさん。私、最後の記憶がちょっとツインタニアになっちゃっててあれだけど、今日は思い出して、最初の情報コーナーがとにかくいっぱいあって、ノエルバースト、ノエルバーストオニオンバースト進化、バースト進化、シド LD、 シド LD、 覚醒90で、アルテマウェポン、アルテマウェポン、リュード。いや、すごいですよ。いや、私結構メインストーリーのルフェニア、うんうん、クリアしないで行っちゃってるの結構あって、うんうんうん、あの、当時クリアできなくてクリアしないで、なんか今日バトルパートでやったやつもなんだけど、うん、
ああいうのをこう回収しながら覚醒90のアルテマミッションもね、うん、なんか埋めていけると楽しいなって思った。そうだね、こうどんどんねコンプリートっていうストーリーもねしてって、うんうん、アルテマミッションもクリアしてって、プロビデンスコア、まだ聞き慣れない。そう、まだねプロビデンスコア、まだ言い慣れないけど、プロビデンスコアをねたくさん集めてね、うん、強くしていきたいですよ。うん、どの武器変えたかみんなで報告し合おう。そうだね、そうしよう、うん、次回の配信は6月中旬頃を予定しています。詳しくはオペロムニアの公式ツイッターなどをチェックしてくださいね。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。